リチャード・バリックは、アメリカの弁護士、政治家。バーゲン群発見サックで生まれ、ハドソン軍、ジャージーシティで死亡した。アメリカ合衆国の独立開戦の頃、キングス・カレッジで法律を学んでいた。研究を中断し、民兵隊員になった。1775年6月28日、第一ニューヨーク連隊隊員に任命された。サラトガの戦い後まで、 フィリップ・スカイラーの下で様々な役職につき、ウェストポイントの監察長官となった。ウェストポイントで、ベネディクト・アーノルドの補佐官となった。しかし、アーノルドはアメリカを裏切り、イギリス側についた。この後、ジョージ・ワシントンの個人秘書となり、終戦を迎えた。ニューヨーク州記録官、ニューヨーク州司法長官、ニューヨーク市長を務めた。サミュエル・ジョーンズと共に、 ニューヨークの法を標準化を行った。ニューヨーク衆議会議員、ニューヨーク衆議会議長、州民兵大座を務めた。また、銀行の役員を務めていた。アメリカ聖書協会の創設者、会長、シンシナティ協会会員、ニューヨーク支部会長を務めた。また、ニューヨーク市の多くの事前団体のメンバーで多大な貢献をした。妻、 マリア・ルーズベルトとの間に子供はいなかった。妻や親戚に財産を残した。発見作の第一オランダ改革派協会墓地に埋葬された。バリックとバリックストリートは彼の名を冠している。ありがとうございます。